バイオハザード RE2 ゾンビ、 Tウイルスの影響で生きる屍となった人々、多くはラクーン市民であったが、今ではすでに人としての理性は失われ、人の肉を食らうことのみを目的として動き続けるTウイルスにより、銃やナイフといった武器だとしても簡単には倒せないほどの驚異的な肉体を持つバイオハザード RE2 ゾンビ犬。 Tウイルスに感染したラクーン警察のドーベルマン、人間のゾンビと比べ筋肉の劣化が少なく俊敏な動きが可能である。犬舎の脇にある下水道へと続くマンホールがあり、感染したとされている。彼らが飼育担当者に傷を負わせるなどにより署内感染経路の一つとなっていった。銃声や主人公の姿を感知すると即座に飛びかかってくる。バイオハザード RE2 リッカー、視力がなく聴覚が発達しているという生態を持つ。そのため音を立てずに移動すれば気づかれずに回避できる場合もある。扉を開けるなどといった器用な行動はできないため、部屋を移動するなどすれば振り切ることができる。しかし自身の存在がバレてしまうと、発達した鋭い爪と長い舌を使い、ピッカクや突き刺すなどの攻撃をしてくる。バイオハザード RE2 アリゲーター。下水道に捨てられたワニが T ウイルスによって変異した存在。その体長は10メートルに及び、恐竜ほどの大きさとなっている。ひたすら前進して主人公を追い詰め、食らいつこうとしてくる。バイオハザード RE2 タイラント、アンブレラ社最強の切り札とも言うべき BOW であり、 T ウイルスの名を冠するにふさわしい生物兵器としてタイラントの名を与えられた。タイラントが着用しているコートは人間への偽装や銃弾などへの防護を兼ねていると同時に、生命の危機にさらされると発動してしまう暴走状態を防ぐリミッターを目的としたもの。兵器としての運用面でかなりの成功を収めており、その後も大量生産されている。バイオハザード RE2 イビ、地下研究所ネストの温室でアンブレラが研究していた巨大海植物が散布した種子を人間に植え付け、変化した姿。見た目は植物人間だが、縦に開く口を持ち、全開にすると顔が2つに割れたようになる。イビーには移動する果実の役割を与えられており、この種子を内包する果実が身体に複数点在している。この果実が弱点となっており、果実を全て破壊することで一時的に活動を停止させることができる。しかし全ての果実を破壊しても種子が残っているため、時間経過で果実が再生して何度でも蘇る。バイオハザード RE2 スーパータイラント、施設の爆発による炎に巻き込まれたことで生命の危機に瀕して、リミッターが外れてスーパー化したタイラント。施設の爆発による火炎に巻き込まれたためか、顔の右下が欠けており、右腕のみが燃え、右目が露出している。重火器などといった殺傷能力の高い武器であってもダメージを与えられないほどの強靭な肉体を誇る。剥き出した巨大な爪による引っかきや、ゴリスに負けないほどの太い腕を振り回す。1発のロケットランチャーを耐える個体も存在する。バイオハザード RE2 G 生体、 G 細胞の拒絶反応により誕生したクリーチャー。 G 細胞の強引な模擬複製により宿主の体を突き破るように新たな肉体が発生しているが、右側の腕と足に宿主となった犠牲者の原型が残っている。汚染された下水道に複数体登場、生息しており水中に潜んでいることが多い。大きく発達した左腕で生きているものを捕まえようとしたり、口から吐き出す消化液を食らえば体内から汚染されてしまう。弱点である目玉を露出させた個体や、その部分を肉で覆った個体がいる。また体内で幼体を育てているのか、口から幼体が現れては生きているものに飛びついてくる。バイオハザード RE2 G バーキン、 G ウイルスの開発者であるウィリアム・バーキンが自らに G ウイルスを投与し変異した存在。摂取した右腕は肥大化し、巨大な目玉が出現しているその姿はかなりグロテクス。鉄パイプを持ち振り回しながら生きているものを追いかけてくる。右腕しか侵食されていないためか、かすかに自我があり助けを求めている場面もある。バイオハザード RE2 G 第二形態、ウィリアム・バーキンが自らに G ウイルスを投与し変異した存在。第一形態よりも右腕が発達し、新たな頭部が生まれたことにより異形に近づいた姿。
右腕にある爪は異常な発達を遂げた。以前の形態よりも素早くなっており、攻撃もより強力なものとなっている。バイオハザード RE2G 第3形態。第2形態で形成され始めた頭部が完成、腕が4本になり、 G 生物としての進化がさらに進行した状態。それとは逆に、ウィリアムの頭部はさらに退化して体の一部に取り込まれており、人間とは程遠い形となった。第2形態よりも発達した右腕に加え、新たに形成された左腕を駆使して3度交互に振り回した後、右腕を床に叩きつける攻撃や、巨大な両腕で自身よりも大きな物体を持ち上げて投げつけるなどの攻撃を持つ。右の巨大な腕、左大腿部、背中の合計3箇所に目玉があり、すべて破壊すると一時的に行動不能となり、胸が開いて多数の目玉で構成された核が露出。そこが弱点となっている。バイオハザード RE2G 第4形態。4本の腕が2本に統合され、巨大な高校が形成された直立歩行を行う人型の姿となっている。腕や足には取り込んだものの腕が露出している。弱点となる眼球が巨大になった高校内に無数に存在しており、代わりに右肩にあった眼球と左大腿部、背中の眼球などが消滅している。また腕や足が半ば骨から肉が剥離し、触手に変化しつつあるような形状になっており、隙間が多くなっている。一定の数の目玉を破壊することで倒せる。倒すと左腕がもげた後、高校内を数回破裂させて倒れる。バイオハザード RE2G 第5形態。第4形態で受けたダメージを回復させようと、周囲の死体を取り込みながら、さらに肉体を肥大化させ続けた結果、以前の原型すら止めない巨大な肉塊のような形状に変化した状態。腕や足は触手に変化したため、肥大化した体を直接床に這わせて移動を行うようになる。列車を侵食させながら体を引きずって近づき、巨大な口で捕食行動をとる。バイオハザード RE2 ゾンビ TZ ガス。アンブレラが開発した神経ガスである TZ ガスを取り込んだことで変異した紫色のゾンビで、口から紫色のガスを出している。これに噛まれると毒状態になるほか、倒した際に周囲に毒のガスをばらまく、これに触れることでも毒状態になる。もっとも通常の人はゾンビに噛まれるだけでも T ウイルスに感染するので、追加で毒に侵されてもなって感じである。バイオハザード RE2 ケイルヘッド。突然変異で高い再生能力を身につけた実験体で、体色が白で目がないのが特徴。名前のケイルとは、病気などで顔が蒼白になることを言う。通常のゾンビに比べて動きが速いが、体力が低くなると動きが遅くなる。だがダメージを受けても時間経過で体力を回復するため、威力の低い武器では倒すことが難しい。高威力の武器や単属的にダメージを与えられる火炎放射器などが有効となる。